広島8の3巨人、20日、東京ドーム、人気グループ、桃色クローバー Z の佐々木彩香さんが20日に東京ドームで行われた巨人、広島戦でセレモニアルピッチを務めた、巨人の本拠地用ユニフォームを着ての投球、豪快なフォームで投げたが、コロコロ投球となり、恥ずかしそうに口に手を当てて頭を下げた様子にファンは、元気出た、美女よすぎ、 などと反応した。茶髪をポニーテールにした佐々木さんは、年齢と同じ背番号28のユニフォーム、ゆったりとしたデニム姿で登場。心身とお辞儀をした後にマウンドに上がり、大きく振りかぶって投じた一球はスリーバウンドで、なんとか保守のミットに収まった。まさかのコロコロ投球に肩をすくめて恥ずかしそうな仕草を見せ、再びペコリ。 顔を上げると口に手を当てて笑みを浮かべた。人気アイドルの登場に東京ドームも大歓声。SNS 上には、芸術展が2丁入る、跳ねる魔球、めっちゃスタイル良かった、可愛い、実質100マイル超え、綺麗で凛としてて、おじぎも可愛い、100歳は若返るくらいの元気もらえた、アーリン最高、といったコメントが続々と寄せられていた。 この日は福島県浪江町ナイターとして開催され、アイドルグループ浪江女子初組合も駆けつけた。